ちらは大阪アメリカ村ビッグステップ内のビッグキャットで開催されたダンスアタック大阪高校生の部を紹介します。春休み中とあって高校生のお客さんも大勢いましたよ。いよいよ始まりました。ジャッジ陣もとても豪華です。さあそれでは出場全チームのダイジェストをご覧いただきましょう。まずは A ブロックから。DJ タイムに続いて B ブロックのダイジェストもご覧いただきましょう。審査を待つ間のゲストショーにはクラインが登場。会場を盛り上げました。いよいよ審査発表です。プログレス。特別賞2チーム目はリーバースト。ミキいよ上位3チームの発表です。上位3チームはダンスアタック全国大会の出場権を獲得することができます。第3位はVItS。次こそは金色のメダルを取りに行かなあかんなと思います。第2位はボス。とりあえずめちゃくちゃ嬉しいです。シードもいただけて。優勝チームはDoKi NY。優勝はDoKi NY。それではその圧巻のパフォーマンスをご覧いただきましょう。踊る前とかも結果発表の時もめっちゃ緊張したけど、嬉しいです。ビートライブ TV いやー、DoKi NY涙の優勝、感動的でしたね。そうでしたね。はい、そしてコンテストといえば京都でも夏に熱いコンテストが開催されます。8月10日ナンバー1サマーフェスタ、去年はボスが優勝してますし、DoKi NYがバトルで優勝したこともありました。はい、すでにエントリーの方始まってますし、全国からね、ガンガンエントリー来てますんで、京都の夏を皆さん盛り上げてください。皆様のエントリーお待ちしております。